にそうでしゅ、死にそうでしゅ、暑いでしゅ、痛い。え、待って、ミオのアイロンがない。よいしょ、暑。これは大やけどレベルの暑さです。こんばんは、フラペチーノさん、ありがとう。扇風機の充電するやつどこに？先生さん、ありがとう。あっちにある。じゃあ貸してよ。あっちっていうか、どっかにある。ソルトにやったら、なんかふーって気持ちよさそうにしてたのに電池ないけさ、これ止まるよ。ソルが遊んでたよ。暑い。翼がカリカリしてたんだけど、さっき。この成人さん、クリニン、ちゃんとさん、ありがとう。カイトさん、ありがとう。レックス見た、本当にありがとう。レックス見てね、みんな。おつぼん、パルム食べます。なんで最近パルム大好きなの。柏木さん、恋してカープさん、ありがとう。熱い。早く話したら、みえも、スバル、ありがとう。待ってたよ、ありがとう。ヘッキャーをいただきありがとう。今日何したの。今日はメイクして、公園で遊んでたんじゃないと公園に行きました。公園で遊んでました。でもまたチロの散歩行くの。そう、今からまたチロの散歩行きます。あと駄菓子屋さんに行きました。ゆきんばくの年老さん、ちゃんたさん、かがみ、ありがとう。化粧はメイクちょっと変えたって、今日はもう暑すぎて前髪を上げる予定だったから、こういう感じ。かがみんマネパパさん、トーリさん、ありがとう。ボキゲージさん、ありがとう。そう、今日道路歩いてたんですよ。あの車道、うん、道を歩いてたのね。したらなんかめっちゃいたんですよ、虫が。え、そうで、公園に行ったんだけど、公園にセミいたのまま、セミ押すの。え、そんなんいたら庭でチロが木のセミ加えてたよ。え、だからミーも捕まえて、あの肩に乗せました。赤、ムカデもいました。でもチロさ、殺しちゃうと思ったら逃がしてたよ。うん、牛食べたなと思ったら殺してなかったよ。あ、バットも捕まえてたよ。だけど殺してなくて逃がしたよ。手でこうやって遊んでただけで全然殺してないよ。ねえ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 、ジェリードリンク飲んでないって、売ってないのあれ。スパイクさん、チンチョウギさん、ありがとう。化粧濃くない？するの？今日は濃いです。え、でも今日これ10分ぐらいでやったんですよ。マジで一瞬でやりました。多分アイラインが長すぎる。じゃ今日はそういうメイク、今日はそれでいいかなっていう。
毎日違うメイクして正解を見つけてるから。家でもかき氷買って食べて、え、そうなの？家でもかき氷なんか作りたいよね。ひむさんありがとう。この X の投稿って誰の衣装なの？わかんない。え、あ、そう、ココアさんのなの。え、そうなん。そう、なんか石尾さんがなんかミユがココアさんのこと好きっていうことを知ってたからです。アルプスの牧場さんありがとう。サイズって1個しかないの？うん、わかんない。その人、そのあの衣装が入るってことなの？そうじゃない。なんか16人いるじゃん、影響する心の選抜生のように作られた衣装をみんなが着るみたいな。嬉しかった？うん、もちろんそれは。何かの衣装もココアちゃん見ててなかった？なんだろう、なんか言ってたよね。あ、黄色の衣装じゃない？うんうんうん、 TGC もココアちゃんの衣装じゃろ。よかったね。めっちゃ嬉しい。あ、梶原さんが喜びそうな先輩のにしましたって言ってくれたの。トイさん、エミさんありがとう。生写真って何？なんかじゃない？わかんない。わかんない。何？わかんない。多分ネット。あ、それが X の写真なの？夏に長い、嬉しい。染みた？うん、ちょっともう今日顔写さんとこ。まさかその年で近くかけんじゃないよ。違う、そういうのじゃない。
なんか本当に死にた。なんか本当にやばい。ちょっと一回全部スクショ撮ろう。ソーサー使ったの？うん。気にしてんの？フルテルさん、マネさん、ありがとう。内緒。仮面中学生。さん、ありがとう。ハルさん、ありがとう。さん、ありがとう。なんか前髪あるだけでさ、前髪ないだけでさ、いつもと同じメイクでもさ全然違うんだね。気まず、もう見せたくない顔やだ。そんなこと言われても気にしたらダメだよ。その人なんか自分が一番変なこと言って
なんかそういう人がいるから気にしちゃうんだよ。もう無理無理もう無理。いや、やみやすい体質なので、いじめられたら困る。どの分散やってクロスしていじめなくなってるやん。まあそんな日もあるよね。呼んでるよ、スタンバイしてるよ。お散歩行ってもいいんじゃない？でも X 見てねえだけは言ったら。なんかさ、何も意味なくなってくるよね、そうやってやれたら。毎日毎日可愛くなろうと思って頑張っていつも違うメイクみたいにして、どのメイクが一番可愛いかなって練習して配信しても、そう言われたらもうなんか何もやることやる気なくなっちゃう。一応みも人間だからそうやって言われると嫌なこと言われると苦しいし、人の気持ちも考えられない人間なんでしょうね。いいと思います。
全然。よしまくんパセリさんありがとう。カイトさんありがとう。なんかやる気なくなっちゃう、やる気なくなるっていうか、なんか人前に立つことが苦手だったから、ちょっとは好きになって、好きになったから毎日配信続けようと思って頑張ってても、なんかもう顔も見せたくなくなる。さん、はるさん、ありがとう。はるさん、ありがとう。もう毎日配信、もうなんかそこまで言われてできない、もうなんか ちょっともう嫌なので、嫌だっていうかもう自分が悪いので配信終わります。自分はもっと可愛くなればいい話だし、もっと努力すればいい話なので、もう終わります。もう今日はこれだからね。今日こちらで。え、サダコの方がおもろいよ。こんな日もあるよね。悔しかった、もっと可愛くなりなさい。髪の毛長いと便利だね、それな。便利です。13位熊手ババ32位恋してカープ31位ブヨン星人30位カゴピン9位カイトさん8位クシャギさん7位スパイクさん6位チャントさん5位ゆきりまくん4位よいさん3位電動さん2位スバル1位は広島港パセリさんでした。配信に来てくれてありがとう。
バイバイ。